続いてはスバリストのコーナーです。今週のゲストの方をご紹介しましょう。太田市にお住まいの黒沢太郎さんにお越しいただきました。黒沢さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、黒沢さんに今回乗ってきていただいた車、はい、何でしょうか。インプレッサースポーツ、はい、もうこちらのお車は購入されてどれくらいになるんでしょうか。ちょうどあの去年の1月に、はい、納車されました、ね、ちょうど1年、うん、丸1年になります。乗り心地等々どうですか。はい、グローバルプラットフォームですか、はい、新しいシャーシになって、うん、非常に乗り味がですね、その 1600cc と思えないような堂々たるこう乗り味というか、疲れを感じさせないものになってます。はい、これそもそも購入したきっかけなんていうのはどんなところだったんでしょうか。もともと私ども のお客様というのはですね、はい、レースのカーテンを、はい、お柄を開発して提案する際に、うん、従来ですと電車に乗って、うん、キャリーバッグにサンプルをいっぱい詰め込んで、うん、提案に行くことが多いんですけれども、うん、この提案の際にですね、車ですとたくさん積んで遠くまで行きますし、でその遠くに行くことによってお客様も広げることができまして、遠くの方にですね、どっさりそのサンプルを持って行って、お客様に提案するということができるようになりました。そういった利点がございました。はい、当然その黒沢さんをはじめ、まあ、スタッフの方々も乗るということですから。そうですね。スタッフの方々の評判というのはどうなんでしょうか。はい、やはり同じようにこう新しくなって、高速道路もですね、安定して乗ることができますし、非常に利便性が高まったということで。なるほど、はい、この車の前にも、はい、スバル車には乗られてたんですか。そうですね、はい、まあ、営業の武田というのもおりまして、はい、その父親がですね、富士スバル桐生店さんの店長さんずっと長くなさってて、そのからことで、そういうことでご紹介いただいて、はい、最初はですね、うん、平成3年4年あたりから、うん、レオーネ、懐かしいですね、はい、乗ってました、はい、でその後にですね、並行して、はい、ビビオも乗ってましたし、うん、でその間にこうその次にですね、レオーネの次はインプレッサー、はい、前のインプレッサーですね、でその後に、今のインプレッサーに移る、でまた経営の方では、ビビを乗った後はプレオ、うん、でサンバのバンと、うん、でそのずっとこう2台乗り継いで、じゃあ平成3年ってことはもうじゃあ25年以上、はい、そうですね、ありがとうございます。とんでもないです、ね、はい、長い間スバルにね乗ってきていただいて黒沢さんということになりますけれどもね、はい、先ほどちょっとお話にも出ましたけれども、はい、普段はカーテンという言葉がありましたが、はい、どういったご商売をされているんですか。私ども会社名が株式会社黒沢レースと申しまして、はい、アミレースのカーテンの工場を経営しております、はい、でそこで我々が独自に開発した商品をこうお客様に提案して、はい、まあ、全国の問屋さんですとかそういったところに卸しているという商売をやっております。はい、まあ、当然そういった時に遠出するところで、はい、まあ、業務にも使われているという ね、 そうですね、ええ、なるほどね。そのレースのカーテンということで、はい、黒沢さんにちょっとお持ちいただきました。そうですね、はい、私どものですね、はい、通常はまあこちらも今現状作っておるものなんですけど、はい、通常ですとこういったレースのカーテンというのは透けるタイプのものなんですね。でこれをですね、はい、こういったものをさらに進化させて、はい、この外側にですね、はい、裏側になりますけども、裏側にブライト紙といって、はい、ポリエステルのテカテカ光る糸を使って編み込んで、この内側から見るとこの柄が見えますが、うん、外側からは見るとですね、うん、部屋の外からは中が見えにくくなる、太陽光の乱反射によって外が見え、外から部屋の中が見えにくくなるという仕組みを開発して、これはずいぶん前になるんですけども、はい、これが一般的な家庭に広く普及してまして、はい、どこでも今はお使いいただくようなものが実はうちで開発した商品ということで、一般的に。じゃあその黒沢レースさんの、まあ、はい、技術という。そうですね、我々が開発してもともと元祖でやっておるんですね。私の家なんかにあるもう多分ものもお借りになって確認されたらそうですか、はい、多分こういう技術になっていると思うので、それはうちがもともと開発した商品です。
創業からするとどれくらい？もう昭和31年先代の私の祖父にあたるものが、はい、あの桐生市内で創業して、はい、もともとはじゃあその桐生というところですと、です、はい、桐生イコール織物というところがありますか？旗場の場所ですし、はい、まあ、あの織物の産地ですので、うん、その織物の産地の、うん、例えばその人脈でも、うんうん、技術力にしてもですね、うん、あの桐生の産地の力 を借りて我々今でもいっぱい商売させていただいてます。なるほどね、はい。まあ、カーテン作りというところですが、はい、今後の抱負展開このあたり教えていただけますか？そうです。とにかくその新しいものづくり我々はその取り組んでいるあの長い歴史があって、うん、その提案力というのは本当に群を抜いていると自負してますので、そういった意味ではあの消費者の皆さんのそのまあが求めているものっていうのを敏感にこう感じて、あの主婦の目線ですとか使っていらっしゃる方の目線に立ってあのものを作って、あの機能性の付加価値の高い商品をとにかく作っていくということが大前提になってくると思いますので、はい。それからあの黒澤さん、まあ当然いろいろな、まあ営業先に向かう、まあ全国津々浦々、まあこういったところでこうスバル社もね、はい、活用していただいてます、はい。今後スバル社とどんなお付き合いをしていきたいと？そうですね、はい、非常にその乗り心地も良くて、うん、たくさんの荷物を積める、はい、あの車を手に入れることができましたので、うん、そういったものをあの活用してですね、車を活用して、とにかく遠くまでですね安心して物を届けて、で疲れずに営業先まで行って、うんうん、たくさんのサンプルをご提案申し上げて、うん、たくさんの柄をご採用いただいて、はい、全国に我々の作ったレースカーテンが窓を彩るように、そのための重要な相棒としてスバル社が使われたらいいなと思ってます、はい。ぜひこの相棒も長くお乗りいただきたいと思います、はい、ありがとうございます、はい。今週のゲストは株式会社黒沢レース常務取締役の黒沢太郎さんにお話たっぷり伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。